松平忠義は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将、大名。東条松平家第四代当主、尾張清須藩主。江戸幕府、第二代将軍、徳川秀忠の同母帝。徳川四天皇の一人、井伊直政の娘婿にあたる。遠藤海浜松城下に、徳川家康の四、男として生まれる。天正九年。 当条松平家第三代当主の松平家忠が、病死すると、その家督を継いで、三河当条上一万国を領し、祖父、広忠と、父、家康の一児をそれぞれ配慮して、なお、松平忠康と改める。天正十年、駿河沼津上四万国に転封される。家康が関東へ違法されると、文禄元年に、武蔵忍武城主となり十万国を与えられ、 原服してただよしと改める。関ヶ原の戦いの松平ただよし、伊伊直政人はと天正16年から天正18年、正月18日、徳川家康が出した消息にはただよしから小袖を、送られた感激を表す一方、おこたりなく、学問に励むように悟している。短いやりとりの中に、不死の情愛が現れているもので、 当代の子育ての一端を語ったものとして、意義深いものである。慶長五年の関ヶ原の戦いで、衆都のいい直政の貢献のもと、偉人を飾って、福島正則と先陣を争い、敵図を追うも、島津と与久を打ち取るなどの功を挙げる。戦後、功績比類なしとして終わり及びみのに、清五十二万国を与えられる。慶長九年には、下妻中公に、 農学の秘伝を学んでいる。しかし、病に侵され、同年5月に、田島へ当時に向かう。慶長10年4月には、十三味左この越中上にも任官するも、10月には、種物を患い、12月には、既得状態に陥るが投薬により蘇生する。慶長11年に、下野守から薩摩守に選任する。4月16日、上落中の家康に対して、 側近の村越直吉を介して、竹の子を送っており、家康の機嫌を損ねることのないよう心情の際には、入念な配慮を頼み、奥を仕切る、あちゃ曲にまでその心持ちを伝えている。これは家康に対して、威夫の念を抱くと同時に大事に思っていたことの、現れである。病は治らず、慶長12年に、江戸へ下校し、家康、 秀忠と面会した数日後の3月5日に死去、去年28、法号は聖光院伝剣明原,原白大古寺、小笠原義光ら4人が殉死した。忠義には死死がなく、清須藩は弟の五郎太が継いだ。このため、尾張徳川家の重宝を収蔵する徳川美術館には忠義の武具も収蔵されている。また、 同母兄の秀忠はその死を非常に悲しんだと言われている。正しい器量を備えた美男子で人望も厚く、天下の諸侯が忠義のためには命も惜しくないとこぞってかしづいたという。ありがとうございます。